バネッサ・ベイヤーはアメリカ合衆国のコメディエンヌ、女優。日本ではバネッサ・ベイヤーと表記されることもある。母キャロリンと父トット・ベイヤーの娘としてオハイオ州クリーブランドの郊外で生まれ育つ。兄ジョナは後にパンクロックバンドのドラマーになった。15歳の時に白血病と診断されたことがきっかけでコミックリリーフの重要性に気づく。 ペンシルベニア大学在学中に、セサミストリートや、レートナイトウィズ、コナン・オブライエンのインターンシップに参加し、いくつかのスケッチに出演したほか、即興コメディ劇団セカンドシティの公演にも参加した。シカゴの即興演劇学校での訓練を経て、2010年9月25日からは、NBC のコメディ番組、サタデーナイトライブへのレギュラー出演を開始する。それまで、 マーヤルドルフが保持していた記録を破り、女性レギュラーとしては番組史上最多の出演回数を誇ったが、2017年5月20日の第42シーズン最終回をもって番組を卒業した。同年9月17日に開催された第69回エミー賞ではコメディ部門助演女優賞にノミネートされた。ありがとうございます。